新潟県立六日町高等学校は、新潟県南魚沼市に所在する県立高等学校である。愛称は、六校。本校の起源は、南魚沼郡六日町の住民らが主導となって、行っていた県立中学校誘致運動による県立中学校新設に遡る。1924年5月4日に、新潟県立六日町中学校として六日町の地に、 開校した。現在の10日、超高校に次いで開校し、現在の南魚沼市では、唯一の旧正中学校を前身とする高等学校である。文武両道の校訓の通り、部活動では、全国高等学校野球選手権大会に、出場経験のある野球部を筆頭に盛んであり、また地域ガラスキーの競合校として、著名なほか学校の年間行事では、 ウオマのオリンピックと呼ばれる大運動会や、六高祭と称する文化祭がある。学生改革を経て、県立高校になった後、南ウオマ地区の湯沢、塩沢、五日町、大牧、木内、浦佐にそれぞれ文校を構えていたが、湯沢、塩沢文校に関しては独立の上で、それぞれ湯沢高校と塩沢商高高校に、五日、長文校については6日、 長女子高校の開校に伴い統合され、その他の文校についてはいずれも廃校となっている。作詞、手塚義明作曲、山田工作制作、青木活動賞は28年に、新潟県立無日町中学校の交渉を部分的に手直しして新たに定められた。外側の6本の線は雪の結晶を表し、6本の線が交差している。 中央の黄色い星型の部分は太陽を表している。これらは、硬貨の一節にある、雪こそ、交渉、太陽こそは、交渉を模したものである。昭和28年に、新しい交渉を定めたことに伴い、旧制の新潟県立六日町中学校の後期と、同色の紫地に、金モールの交渉を刺繍したものである。本校では、 開校時より上級学校への進学に対応した授業カリキュラムが編成されており、2007年度までは65分授業5時間授業を導入していたが、2008年度からは55分授業6時間授業を実施している。登校後には朝10分間を使用した朝学習、朝読書の時間が設けられており、起床後の集中力を高めるルーティーンの場として利用されている。 2014年度以降の近年は、生徒の約8割が4年生大学への進学を希望し、67%の生徒が4年生大学、短大に進学する一方で、公務員や民間企業への就職、各種専門学校や短期大学への進学実績もある。国公立大学においては、県内の新潟大学や新潟県立大学、上越教育大学をはじめ、 県外の東北、筑波、一橋、山形などの大学に、私立大学においては、県外の早稲田、慶応をはじめ、上智、明治、立教、法政、明治学院などの大学に、現役合格する生徒が多く見受けられる。ありがとうございます。